一番危ないパターンです、まあ、語学留学1年間行ってましたって、例えば語学が伸びてない場合というのは、単純にただアメリカに1年間住んでた人、旅行してましたと同じくらいのレベルかなと思います。海外留学に関してひろゆきさんっていろんなまあコメントとかまあ質問に答えてる、それってどう思いますかって以前聞いたことあるんです。例えば大学留学だったら行った方がいいとか、やめた方がいいとか、大学院だったら行った方がいい、やめた方がいいとか、こういう場合はっていろいろ状況があると思うんですけども、いくつか海外留学について話してる動画っていうのがあったので、まあそれみんな一緒にあの見ていきましょう。でそれに関して自分だったらまあこう思うっていうね、伝えていきたいなと思います。アメリカ移住を考えています。最低限の英語力と仕事のつてはありますなのかありませんなのか、どっちだこれ。何か注意点は準備した方がいいことは、体力、風邪ひかないこと、あとね、予防接種は全部受けた方がいいですよ、日本で。多分予防接種とか受けられたら、アメリカ入れないですね、そもそも。あと、まあ、個人的に思うのが、歯の治療とかっていうのはやるのはいいと思います。まあ、だけど、アメリカに永住するっていうのは結構難しいことではないので、まあ、何かしらのお仕事を取ったとか、まあ、もしかしたら旦那さんっていうのがお仕事を取って、まあ、逆かもしれないんですけど、それで一緒についていくとか、まあ、いろんなケースっていうのが、まあ、あると思いますけれども、医療っていうのは日本で済ますっていうのはすごいいいことだと思います。親知らずとか抜くのっていうのも多分アメリカで保険を聞いてやるっていうのと、日本で保険なしでやるんで、多分金額同じぐらいか、日本の方が安いかなと思います。なんかドイツの学生にも聞いたんですけど、ドイツの子は、あ、この治療をもうアメリカでやるぐらいだったらもうドイツに買ってやった方がいいっていう風に言ってたので、金額的に。なのでまあそういうのはあるでしょうね。就活に有利に立ち回りたいので留学を考えているのですが、そんなことのために留学するのは無駄ですかね。留学経験は就活においてあまりメリットにならないんですかね。留学して何をしたかじゃないですか。単にアメリカに1年間住みましたって言ってもそんなにメリットにはならないと思います。まあそれは間違いないですよね。例えば語学留学1年間行ってましたって、例えば語学が伸びてない場合っていうのは、単純にただアメリカに1年間住んでた人っていう感じになると思うので、その場合多分親のお金か多分借金かなんかだと思うんですけど、まあやっぱり何かを学んでいないで、例えばどっかに1年間住んでましたっていうのは、まあ単純に旅行してましたと同じくらいのレベルかなと思います。まあ逆に言うと旅行してた方がもしかしたらいいかもしれないですね。例えばじゃあインドネシアに留学してインドネシア語喋れるようになりましたって言って、なんかインドネシア語検定みたいなやつのなんか Q とか資格持ってますってなると、プラスアルファになると思うので、留学それ自体じゃなくて留学をすることでその言語が喋れますっていう客観的証明が取れればいいんじゃないでしょうか。うん、これやっぱり大事だと思います。例えば大学卒業しましたっていうと、まあそれだけで、あ、アメリカの大学を出たんだっていうことで、まあ仕事って問題なく取れると思うんです。例えば、まあボストンキャリアフォーラムっていう、まあそのなんか英語と日本語のバイリンガルの方が行けるなんか留学フェアみたいなのがあって、留学説明会ってあれですけど、まあなんかそこでもう面接があってすぐ決まったりとかってあるんで、まあそういうのを語学学校からって得られないんですよね。なので、例えばどういうふうに証明するかってなると、まあ、例えば、トーフルっていう留学のテストを受けて、例えば大学院に行くとか、そういう感じで使うんだったら、ちょっと。また別、それはいいと思うんですけど、そういうように使わないっていうのであれば、もう日本の場合っていうのは、TOEIC を取って、まあ高い点数を取って、まあ英語どれぐらい使えますよっていうふうに見せていくしかないっていうのはね、あると思います。ひろゆきさん、何を目的に留学されましたか？英語。また留学で得られたものを教えてください。まあ、大学4年で卒業できたので、まあ、それで別に何も得られてなくても何も損もなかったよねって話で、仕事する上では困らないぐらいの英語力にはなってるので、まあ、いいんじゃないかなと思ってます。ひろゆきさんって何を勉強されたんでしょうね。まあ、多分、英語で何かを勉強されたと思うんですけれども、まあ、確かに語学が伸びるっていうのは留学がすごいいいと思います。で、まあ、もう一個足すんだったら、まあ、語学を学ぶっていうよりも、語学で何か学ぶっていうのが大事だと思うんで、まあ、多分、それをされたんだろうなって僕は思いますけれども、なので、ね、留学考えてる場合っていうのは、英語を学ぶんじゃなくて、意外とね、英語を学びたいですっていう人、意外と英語伸びなかったりするんです。何かを英語で学びたいっていう人が、英語プラススキルっていうのを獲得していくので、何かをね、英語で学びたいっていうのは結構ね、留学には大事だと思います。大学を卒業し、就職した会社を半年で辞め、転職後の会社の1ヶ月で辞めました。今後、語学留学を考えており、資金は今している警備員のコンビニの場合の保険持ちを3月まで主人に来ます。その後、語学留学に1年間行きます。いや、これは一番危ないパターンです。まあ、どういう回答が出るのかちょっとわからないんですけど、語学学校に行くだけで仕事が得られるっていうのは結構大間違いで、語学学校ってかなりお金を出さないと、場所によっては、特に都会とか行っちゃう。しかも、やっぱりその某、まあ、なんていうか企業っていうふうに言いましょうかっていうのは、できるだけ都会に出したいんですよね。
そうすることによって都会の方が高いんで、まあ送った会社がまあ儲かるっていう風に言いましょうか。で、別に3ヶ月、まあ言っても1年間語学学校行ったとしても、何のキャリアにつながらないと思います。なので、それはかなりもったいないです。だから、例えば大学卒業出た場したとかっていう場合だったら、絶対そのお金って大学院に使った方がいいし、それか大学院に行かないとしても、例えばちょっとその編入っていう形で学位を取りに行くっていう風にやらなくて、語学学校に行っちゃうっていうのは、もしかしてそれちょっとね、TOEIC の点数を上げるっていう意味ではいいと思うんですけど、基本的に語学学校って英語できない人が行くんで、やっぱ英語できない人の周りでもなかなかね、できるようにならないっていうか、なるスピードが遅くなっちゃうんで、やっぱり英語で何かを学ぶっていうのは大事なんで、語学学校に行ったら簡単にターンに帰ってくるっていうのは結構危ないです。帰国後に外資に行くにはどんな事前計画を立て、留学後はどんな行動すればいいでしょうか。まず語学留学をするのは僕は賛成してません。全くその言語が喋れない人が1ヶ月ぐらい行ってある程度会話できるようになるっていうんだったら僕はいいと思うんですけど、1年行くのであればちゃんと大学に、まあこれは間違いないですね。やっぱりそのもう日本でもできることってあるんで、オンライン英会話でもいいし、それで比較的英語っていうのをちょっと上げていかないとかなりお金がもったいないっていうのは、もう行って伸びるっていうのはまあ大間違いなんで、それはかなりもったいないんで、やっぱ僕はどうしても大学をお勧めしたいんですよ。まあ大学とか大学院っていう学位を取るというふうに言いましょうか。なんですけど、1年行くのであればちゃんと大学に行ってください。その語学留学って基本的には遊びなんですよ。卒業したことによって学位が得られるわけでもなくて、なんとなく勉強してるような気がしてるだけで、実際その外から見た場合、その人が手に入れたものはないんですよ。本当に語学学校のスケジュールって結構朝じゃあ9時とか8時から始まって結構2時に終わってっていう感じで、その後何にもなかったりする。それが結構語学留学なんですよ。で、例えばそこの後に大学に行きたい、大学院に行きたいとか、まあしっかりして目標がある人って英語を伸ばさないと結構まずいじゃないですか。ってなると結構その2時から寝るまでっていうんですか、英語をまあ漬けにするとかっていう、やっぱしっかりそういう風に頑張れると思うんですけど、そうじゃない場合って、まあ結構その日本人の友達と固まっちゃったりとか、家でゴロゴロしてるとかってなると英語って全然伸びないんですよ。ちょっとはなんか、あ、聞けるようになったかなっていう2ヶ月ぐらい行くと、あ、だいたい英語はねちょっと聞けるようになりましたっていう感じで、まあ自己満足で終わっちゃうっていうのがあるんで、やっぱ語学学校じゃなくてやっぱ大学っていうのはいっぱい推したいんですよね。今回言ってた1年間語学学校に行きましたって客観的に説明できる何かがないんですよ。なのでその意見としては、英語学校っていうのを1年間やってる人と結局ずっと遊びまくってましたって人と何の差がつかないっていうね考え方でした。そう、これがあるんですよね。だから僕も語学学校でめっちゃ頑張ってる人も見たことあるし、あ、マリンっていう人も見たことあるし、まあ、全く勉強しないっていう子とか、まあ、なんかサウジアラビアの子とか完全に国の金で来て、この子勉強のために来てないけど何やってんだろうってことを見てきたので、まあ、だけど確かにこれって本当にその TOEIC とか受けていかないと結局何の証明も残んないんですよね。大学院だったら残るんですよ。だっていう人って外から見た場合2人とも一緒なんですよ。その要は卒業証書みたいなのがないので、なのでもし本当にその就職をするためって考えてるのであれば大学に行った方がいいと思います。まあこれ僕ね賛成です。まあちょっと足すんだったらやっぱ大学って専門っていうのは伸びないんで、まあもちろんね、留学で1年間、まあでも2年間でもいいんですけど、まあ1年間じゃそもそも学位で取れないんで、最低2年間は行くと思うんですけど、それで大学出ると、まあそのバイリンガルっていう風に見てもらえて、英語のできるとか英語を使う仕事っていうのは結構引っかかってくるんで、それいいと思います。だけど、もうちょっと深掘りすると、やっぱり海外で就職したいとかっていう声があったんで、やっぱそうなるとどうしてもその特殊なスキルとかっていうのを学んでいきたいんで、そうなるとやっぱ大学じゃ物足りない。どうしても大学院が欲しいっていうのはあって、アメリカだったら間違いなく大学院って欲しいです。ひろゆきは留学したことあると聞いたが、最初の方の授業全部英語なのでついていくことできたのですか？またどうやって来たか教えてください。まあ、今ちょっとね、簡単にお伝えしますけれど、まあ、1年行くと結構ね、話せるっていうふうにおっしゃってます。最初3ヶ月英語を勉強して、その後はなんかその大学のコースにね、行ったらしいです。で、テキストブックとかを見ると、まあ、大体なんとなくわかるし、わかんない時ね、周りに聞くっていうね、感じの話をね、してました。そうなんですよ。最初って、何がわからないかがわからないんですよね。で、それが分からないことが分かるようになると、どこが分からなかったかっていうのが分かるんで危険だじゃないですか。そうすると英語ってすごい伸びてくると思います。で、僕もやっぱり英語ってかなり最初って何も分かんなかったんで、大学院の授業って本当に恥ずかしいぐらい分かんなかったんで、ノート見せてもらうとか。でもやっぱり聞くと、やっぱりそういう子って絶対助けてくれる子っているんで、勇気を出して聞くっていうのは大事だと思います。留学中はどうやって単位切り抜けてましたか？算数とか
あの、統計とか、あんまりその、英語力が重要じゃないやつと、あとあの、記憶だけでなんとかなる系の学科を取ってた気はします。はい。これはマジよく聞きます。なんかやっぱり留学生とかで言語が苦手な場合って、言語のため英語の授業を取りながら、他いくつか取れるっていうケースがあったりする、ね、条件付き入学とかだと。で、やっぱりそういう時に取る授業って、数学ってね、日本の高校の数学ってかなり進んでるんです、実は。え、こんな簡単なの大学でやるんだっていうのがあるんで、結構数学ってあったりします。あと数学って言語はなくても数字なんで理解できたりするじゃないですか。なので、数学とか、まあ、アートとか、まあ、こんな授業大丈夫かなっていう授業が、映画を見るっていう、映画を見て感想を書くっていう授業があるんですよ。ペンシルベニア州立大学で働いてた時って、その授業は結構人気で、理由が楽だからっていう、どういう感じで成績が決まるのかっていうと、基本的に行って、そこで感想を書いて、それが出席になると。出席してれば OK っていう感じで、テストもないっていう感じなんで、え、これってじゃあ、自分教えられたんじゃないと思うんですけど、めちゃくちゃ楽な授業って聞きました。まあ、なので、そういう授業から取ると、単位っていうのは取れますよね。で、例えば、アメリカ人でも難しいような、生物学、バイオロジーとか、物理学、フィジックスとか、そういうの取っちゃうと、かなり、まあ、フィジックスは結構いけるかもしれない。だけど、まあ、もしかしたら言語をわからないと理解できないっていうのは、やっぱ後回しにした方がいいですよね。記憶だけでなんとかなる系の学科を取ってた気はします。はい。英単語を覚えて、例えば、生理学系のやつとかだと、その体の内臓の名前を覚えるみたいなやつとか、ああいうのだったらまあ、時間かければなんとかなるんですけど、その、なんか論文を書けみたいなやつだと無理なので、そういうのは避けてましたね。でもこれはね、面白い、すごい的を得たアドバイスだなと思います。まあだけど、個人的に思うのが、生理学っていうかその解剖学系みたいな話してたんで、あれのは、めちゃくちゃ難しいと思いました。アメリカ人ではめちゃくちゃ難しいっていうんで、まあそのここの大学も、以前の大学も、解剖学とか、生理学っていうんですか。まあまあその運動学の授業とかでも、運動学の学生取らなきゃいけないんで、いや、かなり難しいと思うんで、めっちゃ、その英語できる人でも難しいっていうか、暗記の量も多いしっていうのがあるんで、あんまりそれ最初から取るのをお勧めしないです。語学留学に行きたいと思っています。英語は TOEIC 300点ぐらいです。フィリピンの語学学校について話していて、まあいいよっていう理由として、月に10万ぐらいっていうかしないぐらいで、まあ以前のか、もしかしたら今の奥さんかわからないんですけど、彼女が行ってみたい で、それで6時間ぐらい勉強ができるんで、それは良かったよっていうことをね、話してました。で、数ヶ月行って少しで話せるようになったそうです。高いんですよ。そうそう。日本人って本当に単語もよく知ってるし、語学学校とかでも思ったのが、結構ね、文章力ある。ただちょっとリスニングが弱いとか、スピーキングがかなり弱いんですよ。だからなんか僕思ったのが、サウジアラビア人なんですけど、マジで単語とか書けないです。本当に。なんでこんなの書けないんだろう。だけど多分ね、平均で見ると日本人よりも話せると思います。本当に。だからやっぱり英語の教育が違うんでしょうね。やっぱりそのスピーキングっていうのを本当に日本人やらないと思うんで、単純に弱い人が多いっていうのがあると思うんで、まあだけど日本人の結構書けるとか読めるとかっていう英語の能力って高いと思います。まあ今日はね、海外留学に関しての話と、まあ英語の伸ばし方とかってもありましたけど、皆さんね、どう思いましたか？またね、コメント教えてください。まあ例えば、これはこう思うとかいろいろあったと思います。僕も、あ、これ納得できるなってのもあったし、いや、これはちょっと違うんじゃないかなとかってのもあって、まあ一応結構短い動画で、まあ結構、なんていうか、まあ、理解の仕方っていうのも結構変わると思うんですよね。なのでまあいろんな意見あると思うんですけど、例えば、こんな人のビデオっていうのもコメント欲しいとか、ちょっとどういうふうに思うのかっていうのを聞いてみたいっていう場合だったらね、コメント欄からね、教えてください。もし留学にね、興味がある場合だったら、ガイドだったりとか、まあ、留学に関する動画ってね、こっちに置いておきますので、よかったらね、見てみてください。それでは皆様で YouTube でお会いしましょう。Be Real Talk Soon.